宿泊施設予約1予約をしたいのですが、今晩泊まる部屋がありますか申し訳ございません。部屋が満室です。どんな部屋がご希望ですかシングルルームはありますか風呂場があるシングルルームをお願いします。宿泊施設予約2 海が見える部屋をお願いします。インターネットの利用できる部屋をお願いします。この部屋にします。部屋を変えたいですが、もうちょっと安い部屋はありますかもうちょっといい部屋がありますか宿泊施設予約3朝ごはんは含まれていますか 何泊なさいますか ?3 日泊まって日曜日午前にチェックアウトしたいです。宿泊料金はいくらですか ?1 泊いくらですか来週2泊の予約をしたいです。チェックイン1チェックインをお願いします。今チェックインできますか チェックインまで少し時間があるんですけど、ちょっと荷物を預かってもらえますかチェックインは何時からですか予約はされましたかチェックイン E シングルルームを予約した藤原です。予約は韓国でしました。宿泊料は前払いしてあります。 もう一度、私の予約を調べてください。宿泊カードにご記入ください。荷物をお願いします。チェックアウト。チェックアウトお願いします。何時にチェックアウトしますか ?10 時にチェックアウトします。この項目は何の料金ですか 私はルームサービスを頼みませんでした。間違っていると思うんですが、荷物をロビーに降ろしてください。宿泊施設移用 1, 1ルームサービスをお願いしてもいいですか洗濯をお願いします。貴重品を保管したいのですが、 6時にモーニングコールをしてもらえますか鍵を保管してくれませんかカードキーはどうやって使うのでしょう私宛てのメッセージは来てませんかこの荷物を飛行機時間まで扱ってほしいんですが、この荷物を韓国に送ってくれませんか もう一日延長したいんですが、タオルを取り替えてください。宿泊支柄トラブル。鍵を部屋に置いてきました。温水が出ないんですが、トイレが詰まりました。部屋が掃除されていないんですが、隣の部屋がとてもうるさいです。 部屋がエレベーターと近すぎますが、変えられますか